オカリさん、オカリ田中さん、チャンネル登録者数8000人おめでとうございまーす。うまい、酒がうまい、うま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 。所定安定でうざいやつ出ましたね。はい、行きましょう。どうも皆さんこんばんは、ポカリー田中です。いやー皆さん本当にありがとうございます。ってことで今日の舞台はブラジル南東部に位置する誰のガレじゃねえよ、ちょっと滑ったな、リオデジャネイロ。人口は600万人超え、国内最大の観光都市と言われている。しかし過去20年間に9万2000人近い人々が失踪しており、その大半がほとんど捜査されることもなく未解決事件とされている。そんなリオデジャネイロで起きたブラジルの犯罪史に残る未解決事件、リードマスク事件、そして映画メインブラックのモデルとなった謎の秘密組織 MIB について触れていきたいと思います。それでは行くよ。リードマスク事件。1966年8月の20日にブラジルで発生したリードマスク事件は50年以上経過した今でも多くの謎に包まれ未解決のまま、これなのかこれなのかそれすら分かっておらず、宇宙人の関与まで噂されている。事件の詳細です。1966年8月の18日、18歳の青年はリオデジャネイロの都市ニテロイに位置する丘で凧揚げをしていた。その後青年は緑が広がる何もない真夏の丘を歩いていると、偶然にも地面に横たわっている男性2名を発見した。しかし青年は彼らが眠っていると思ったそうです。その2日後の8月の20日、青年は再び丘を登った。その時やっと男性2名がイの体であると気づいた。驚いた青年はすぐに警察に通報したが、現場の丘は都心部から離れている上に周辺の地形が非常に複雑。そのため警察官と消防士が到着したのは通報の翌日だったそうです。いざ現場検証が始まると、イの体周辺から次々に不可解な点が浮かび上がってきた。地面に横たわっている男性2名はどちらもフォーマルなスーツを着込み、鉛で作った仮面を着用し、天候が悪くないのにもかかわらずレインコートを着用、そして空の水筒、袋詰めされた2枚の濡れタオル。辺りに争った形跡や目立った外傷はなく、血痕も残されていなかった。さらに発見された小さなメモ帳には次のような記述が残されていた。その後男性2名の身元はすぐに明らかとなったが、何か事件に巻き込まれる、または事件を起こすような人物ではなかった。警察の捜査によると、8月の17日、ミゲルとマニュエルは仕事で必要なものを買いに行ってくると告げて地元を出発した。2人はバスに乗ってニテロイの町まで移動。到着後量販店や飲食店で防水コート、飲料水のボトルなどを購入。2人を目撃した店の従業員によれば、とても緊張しているようで何度も腕時計を確認していたとのこと。これがミゲルとマニュエルに関する最後の目撃情報。そして検視の結果、2人の詳しい死因は明らかにならず、毒物も検出されなかったとされているが、当時検視を担当した機関は人手が足りておらず見落としがあった可能性も高いそうです。発見されたメモにがっつりカプセルを摂取って書いてますもんね。あまりにも謎が多いこの事件は、2人が着用していた鉛の仮面にちなんでリードマスク事件と呼ばれ、都市伝説めいた噂が語り継がれている。そしてこの不可解な事件をめぐってはネット上で様々な推論が語られている。まず2人は何らかの方法で UFO を呼び出して宇宙人と接触しようとしたけどやられちまった説、幻覚剤を飲んで人知を超えた存在に触れようとしていた説、単純に薬やってんだろ説。そして僕の考えでは MIB に所属していたんじゃねえの説。事件当日複数の人たちが現場周辺で強い光を目撃したと証言していて、現場から発見された鉛の仮面を2人の顔に合成するとこうなります。それではご覧ください。ワンツースリー。これやばくないですか。もうここまで来たらこうなりますよ。もう完全にこれメインブラックで描かれた地球のエイリアンを監視するエージェントですよね。そこで浮かび上がってくるのが秘密組織 MIB。 実際にこの MIB 海外で目撃情報があり、その姿は上下黒のスーツ、黒のネクタイ、黒の靴、黒のサングラスと全身真っ黒なのでメインブラックと呼ばれています。そして映画同様 UFO を目撃した人のところに現れ警告や脅迫を与えたりする組織だそうです。つまりこんな感じですね。昨日さ UFO 見たんだよね。え、マジで？え、それ編集して YouTube 上げていい？あー、いいよ。お前もしかして昨日 UFO 見た？ああ、見ました。それ誰かに言ったらどうなるかわかるよね。え？おい、早く動画消せよ。調子乗んなよ、おい。はい、すいません。じゃあな。てな感じですね。この忠告を無視した場合、どうなるかというと、目撃者の自動車が行為の当て逃げ事故に巻き込まれたり、やられちゃったりします。しかし、これらの事例について、警察に通報しても、警察官が来なかったり、来たという記録そのものが行為に消されていたという報告も存在します。UFO 研究家の証言では、示された身分証明書の氏名をもとに、後でその機関に問い合わせてみると、盗聴にそのような人物はいないという回答が必ず返ってくるそうです。まあその存在自体が一種の都市伝説となっているんですが、今回の事件、男性2人が発見されたモロドビンテムと呼ばれている丘は UFO の目撃情報が相次いでおり、ブラジルでも最もドラマティックな UFO 事件が発生した場所。そして彼らの服装は黒のスーツ、鉛で作った仮面、天候が悪くないのにもかかわらずレインコートを着用。これはあまりにも不自然ですよね。そしてメモ、16時30分、指定された場所に到着。つまりこの2人に指示した人がいるってことですよね。そして18時30分、カプセルを摂取、効果現れた後にマスクの反応を待つ。つまり何か実験をしていたんじゃないかと思います。そして事件当日、複数の人たちが現場周辺で強い光を目撃した。これを UFO が放った光とします。そしたら鉛で作った仮面も理解できますよね。まとめると、彼らは MIB のメンバーで、組織のボスに指示されて丘に向かい UFO と接触するために実験をしていた。その結果、宇宙人との接触は成功したが、やられてしまったということですね。どうでしょうか。まあたくさんお話ししましたが、あくまで都市伝説なので多めに見てください。ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。